先ほどのチャペルなんですけども、彼女が一目惚れしたチャペルでして、我々結婚式の会場あそこしか見ていません。でそんな中でですね、ウェディングドレスを着て歩く彼女というのはやはり、世界で一番美しい花嫁やったなというふうに思います。How come love simpler when I could barely stand? なんで知り合ったのかなっていうのを実は思ってたんですけども、そうか文体活動だったのかということで、会社の出張旅費というものがこういうところで生きるんだなというのを非常に嬉しく思った次第でございます。本当におめでとうございます。それでは皆様、ご唱和をお願いいたします。乾杯。一人一人個性がバラバラな私たちですが、ゆりさんはみんなに癒しを与えてくれる存在でした。社会人になってからはなかなか会えなくなりましたが、1年に1回の旅行、本当に楽しくて、これからも続けていきたいなと思っています。コスケさんを紹介された時は、あんまりにも幸せそうなゆりさんにすごく私まで嬉しくなり、幸せな気持ちになったことを思い出しました。コスケさんはとてもユーモアがあって優しくて、とても頼りになる存在ですので、きっとゆりさんを幸せにしてくれると確信しています。お父さん、お母さん、今まで28年間大切に大切に育ててくれてありがとう。振り返ると私は本当に幸せな子だったと思います。とんでもなく手のかかる子だったんだろうな、辛抱してくれていたんだろうな、そして私を信じ続けてくれたんだろうなと。今も一人前には慣れていないけど、間違いなく今私が幸せに健康に生きているのはパパとママの子だったからだと思います。10年前、筑波大学でラグビーがしたいと本人の意思で実家を離れ、一人暮らししてからはどのような方々に囲まれ、助けられ育てられてきたのか分からなかったわけでございますが、なんと素晴らしい方々に巡り合え、功績は幸せだと親として大変嬉しく、また安心した次第でございます。よく彼女をですね、僕の友人に紹介すると「美女と野獣だね」と。95% の確率で言われてるんですけども、その通りだというふうに思います。本当に彼女をですね、一緒になったからにはですね、彼女をですね、命がけで本日で一緒に生きていくつもりです。最後人生が終わるときにですね、もう何もやることがないと、やりきったと言えるようにですね、これから2人で一生懸命頑張っていきます。パパ、ママに胸を張って言えることがあります。それは私はたくさんの方々に支えてもらえているということです。先生、お友達、会社の方々、心から尊敬しています。そしてコウスケさん、体も大きいけど心も大きくて、とても頼りになります。私は幸せ者です。コウスケさんと2人で歩いていくことを決めました。歩いてみます。今までありがとう。これからも見守ってね。そして浩介さんのお父さん、お母さん、ひときわ背の低い私ですが、家族の一員になれるよう精一杯頑張ります。楽しみです。これからもよろしくお願いいたします。